ソフトバンクの藤井と松本が来季もリリーフで起用されることが決まった。クラの一軍投手コーチ、チーフ兼ヘッドコーディネーターが明かした。クラのコーチは役割がどっちかなという人には伝えています。藤井と松本は中継ぎです。優勝するためには絶対に中継ぎから外せないと考えています。チームとして小久保監督と決めて話をさせてもらいました。本人も納得して目標に向かってやってくれると思いますと説明した。一方でモイネロの起用法についてはまだわからないですね。外国人選手は枠の問題もある、それはまだわからないですと明言は避けた。ルーキーイヤーの今季中継ぎで46試合に登板した大津は先発転向が決定。藤井って CS ガチガチなってたしクローザー向いてないよね。ガチでクローザー来年どうすんだろう。エスコバーとかペルドモとかクリスキー取る。オスナ流出濃厚ってことは山崎や加藤よりもクローザー探しの方が重要だぞ。もっと言うと山川、西川すら後回し。 NPB で調達できなさそうだからメジャーから誰か連れてこんと多分 B クラス確定だぞ。松本がクローザーでええんやない。8回に固定してから良くなってたし。抑え藤井かね。藤井の先発挑戦中途半端に終わったな。松本藤井のどっちかにはクローザーやってほしいんだけど、オスナの契約が決まるまでは言えないのかな。松本は性格的にも合うと思う。号泣するやつは何やってもダメ。松本は今のポジションが合ってると思う。先発すると別人になるし、抑えなったらプレッシャーで実力半減しそう。松本は3回に1回ぐらいの割合で下手国からほどほどに休ませてやってくれ。藤井は抑えてはいたけどイニング稼げなかったからな。藤井先発したがってたのにな。でもさすがにセットアッパーから外せないよな。モイネロの先発もどうなんだろう。もうこれオスナ対談濃厚の情報が現場に行ったとかやろか。モイネロ打つ先発でオスナ消えるなら藤井と松本後ろから外せないわな。藤井は先発でも和田と同じぐらいのイニングを投げていたから、先発やるならもっとスタミナつけて球種増やさんとね。藤井残念、でも1イニング集中の方が能力発揮すると信じてます。モイネロ請求がいまいちだし先発はだな。まあ一度やらせてダメならリリーフに戻せばいいし。倉野コーチら首脳陣がモイネロの術後の経過を見て判断だろう。オスナはメジャー復帰みたいやね。そう考えるとオスナがいる時に優勝すべきだったね。ヒゲは罪深い。一番の問題は3年間で B クラス2回の正捕手よ。来年も買いなら B クラス間違いなし。オスナ流出前提で動いてるし、これ残留はせんか。メジャー復帰なら規定路線やの1年契約だし、国内流出したらやばい。オスナの国内移籍なんてあるはずもなく、ソフトバンクよりいい条件出す球団なんてないよ。去年の時点で MLB からオファーあったみたいだし、今年はもっといいオファーあるやろ。オスナの年齢的にもう日本で遊んでる暇もないだろうし。田口獲得に動くかも。田口は美しくないから却下。もうオスナはおらんのや。つかフェッディ獲得はどうなったんや。とにかく先発かき集めろ。松本は来年の西武王を目指すべきだな。尾形とかも期待してる。7回藤井、8回松本、9回モイネロ。まあこうなると松本藤井を先発に回したら終わるわな。モイネロが復活するとも限らんわけやし、2人とも先発転向のチャンスはあったけど掴みきれなかったんやから諦めて頑張ってくれ。普通ならクローザーモイネロだけど藤井も捨てがたい。松本はメンタルがダメだろ。モイネロは8回がハマる。最後の回も大事だか8回でねじ伏せたい。クローザーはやっぱ外国人がいい気がする。日本人は性格真面目な人多いし、モイが先発ならどっかから取れないかな。ヘルナンデスが覚醒するならそれもよし。知らねえよくらいでいてほしいわ。平野くらい。オスナが去ってモイネロが先発転向ならクローザーは下位の松本藤井の誰かにするか分担させるのかも。リリーフは尾形あたりがバッチリハマらんとしんどいな。ツイッター見ると多くの人が松本と藤井の中継ぎ抑え起用は反対なんだな。松本なんて先発させても変化球うんこだし、今のまま全力で甘々コントロールのストレートを投げてションベンフォークがチェンジアップ気味になるスタイルだから1イニングしか通用しないのは明らか。藤井は三振取れる抑えがいないから本人先発したくてもあと1年は我慢してほしい。オスナが残留なら2人とも先発チャレンジしてもいいとは思うが。リリーフで困るわけねえだろ。だって実績あるリリーフ結構放出させたんだから。これで来年リリーフに困ったらフロントはガチで無能やからやめるべき。マジか。2人とも先発見たかったんやけどな。藤井は今シーズンいい感じで先発投手としてのステップ踏んでたから残念。無能すぎて笑う。アメリカで何を学んできたんだ。中継ぎの層が心配なのはわかるが、藤井は先発向きだと思うんだけどね。オスナ対談が規定路線ゆえの決定かもしれんが残念だ。薄くならんやろ。プロフェッショナルな三笠 GM の素晴らしいお考えのもと実績ある中継
それともミカサが無能って言いたいのか。藤井をリリーフに回した挙句、バウアー加藤山崎幸也誰も取れませんでしたってなったら来シーズンかなりきつくね。ルーキーに過度な期待は禁物だし。となると山崎幸也との交渉によほどの自信があるのかな。先発ガチでスカスカだから藤井をリリーフで使ってる余裕なんかないと思うんだけど。オスナがいなくなるからモイネロは抑えやろうな。藤井は先発としてロマンあるけど、やはりリリーフ向きだと思う。これに加えてツモリはもちろん、又吉も復活したらだいぶ安定するんだよな。そうじゃないと中継ぎ終わりやろ。モイネロ大津先発転向、オスナ対談濃厚。オスナいなくなるから藤井、松本、モイネロ、甲斐のあたりで後ろ形成したいんやろうな。先発の時リリーフ時のような安心感なかったしな。今年の藤井の先発内容なら去年の中継ぎの方が相手チーム嫌やろ。素晴らしい判断。藤井の先発転向は早すぎると思ってたし、松本はまだ若い頃に先発でうまくいかなかったから今の位置がある。数合わせで役割をコロコロ変えるのは良くない。藤井マジと思ったけど、モイネロ前に回すんなら藤井おらんとダメだわな。オスナが退団してモイネロも手術明けでどうなるかわからないし、こうするのが一番良いのかな。先発足りてるとか思っててくさ。お前らの言ってる足りてるは頭数が揃ってるだけで実力的には揃ってないからな。藤井はリリーフ向きだと思ってる。リアルに声出たわ。クソすぎる。藤井はいろんな理由で中継ぎの方が向いてると思うわ。球種やら出力やら、もしオスナいなくなるなら藤井にクローザーやってほしい。無能。藤井先発させないのは本当にクソ。先発スカスカだけど大丈夫か。とはいえ今期の藤井みたいに途中で配置転換みたいなゴタゴタがなければ本人たちもやりやすいかもだけど。うわ、昨年再転換決めたやつマジ決め。藤井は中継ぎ、先発という千賀山本パターンだと思ってたけど、中継ぎ、先発、中継ぎという松井パターンになった感じかな。もう一度先発で見てみたかっただけに残念な気持ちもある。藤井先発転向すら無に返すのかよ。マジでヒゲの功績ないな。藤井中継ぎとかいうコンオフ最大の謎が誕生か。バウアー獲得とかによほど自信があるならまだしも。二人とも中継ぎでいいでしょ。特に松本は。藤井は決め球すぎるフォーク以外にスプリット系覚えないと配球もあって元41番と同じだし。適性見てでしょ。編成の兼ね合いもあるんだろうし良いと思うよ。要は登板数管理かな。アメリカ留学を経てなぜか無能に変わってるようで。ああ、クソなえる。藤井は先発だと球数多めでイニング持たないし、球種も少ないし中継ぎ向きだと思うんだけど、先発推しの人たちは藤井のどういうところが先発向きだと思うんだろう。倉野さんが言ってるから間違いないんだろう。倉野も信用なんねえな。お前が留守にしてる間に東浜も石川修太も和田も経年劣化してんだよ。お砂が暇すぎて出ていくくらい守護神の出番をぶち壊す東海先発の世代交代しろよ。ロートルの世話のために呼び戻したんじゃねえぞ。いつぞやの松本先発はマジで消えたな。お砂が離脱するなら致し方ないか。いくら先発が穴とはいえリリーフ無視するわけにもいかないしね。お砂石川は松本かわいそうやから年俸2倍にしろ。藤井は先発もありだと思うけど松本は絶対リリーフ。先発に戻ったらストレートの強さが死んでまた微妙な投手に戻るだけだと思う。よし、クローザーはヘルナンデスにしよう。オスナ抜けてモイネロ先発にするなら支配的な中継ぎが一人は欲しいから、藤井リリーフは気持ちわからんでもない。先発にしろとは思うけど、バウアーか加藤のどっか取れないとシーズンは自利品になりそう。まあ気楽に行こうや。オスナ退団してモイネロ先発したら来年は勝ちパイないから、どうせ優勝不可能やし B クラスもありえるよ。首位と20ゲーム差の B クラス。バカ。オスナがいなくなればこの二人でクローザーの座を争わせてもいい。数年で入れ替わる外国人よりも10年守護神になってくれる選手の方がいい。大津が先発に回るし、ドラフトで即戦力の先発投手を取ったので藤井はリリーフに回るのは仕方ない。個人的には藤井は先発より1イニング全力で投げるリリーフの方が向いてると思う。水谷外野手契約公開保留1号。オンラインで行われた会見に本人は参加せず、球団広報が双方の内容と金額面について本人がもう少し考える時間が欲しいということでサインを行っておりませんと説明した。1軍出場なし。2軍259打席259435OPS725。ゲンドラやろな。1軍出てないのに保留って強気じゃねえ。この球団毎年保留者出してんな。保留できるような立場じゃねえだろ。一軍の試合出てないのに保留するのは珍しいな。誰かが吹き込んだんやろうけどアホやろ。二軍で保留は攻めすぎやろ。ゲンドラ放り出されるぞ。現役ドラフト候補がっつり削られたから下手なことすると出されるぞ。ゲンドラでも一軍出場なしで保留するようなやつ欲しがると来ないやろ。
ソフトバンクは割と気軽に保留させるからな。よそと考え方が違う。保留者多いイコールブラック査定ではないわな。選手会アンケートにもサインさせる圧力はあるかって説問あるし。アホやわ。二軍で活躍してもマジで意味ないのに。顔が全然水谷っぽくない。日焼けしすぎて笑った。ハーフちゃんか。持ち帰って同行程度の話なら会見出るくらいはするやろうに。5年目で2軍で主力止まりじゃ普通にダウンテージやろうが拒否したんかな。正当な権利だし好きにしろとは思うけど、何の実績もないのにこんなんじゃ今後なんかやらかす気しかせんな。ビューティー的にはあの髪はええんか。ゲンドラに出されたいのかもな。マスダより下手なくせに何なんだ。1軍の試合出てないのに何に金払えって言うんだ。もう1軍でやる気概もなくなってるやな。今年やっと2軍で才能の片鱗が見え始めたところ、1軍でスタメン張るにはもう 2,3 年かかると思う。2軍で4試合13試合しか出てない年でも減俸されなかったから、83試合出たら上がるとでも思ったんか。たかが2軍やぞ。これは間違いなく他チームに出してくださいという意思表示だな。水谷は小久保の美意識ポイント爆下げやろな。高卒5年目なら評価項目とかも理解しているだろうから、そういう方面の勉強で保留中感じでなく単純に金額が不満なんかね。バンクから出ていきたいんか。でも水谷って投手やないからな。他球団行くよりソフトバンクで頑張った方がええんやないか。水谷保留でくさ。水谷はチャンスのなさに不満な感じかな。水谷来年はきっと呼ばれるから国防信じろ。水谷怪我とかしなきゃ来年一軍デビューはあるのにどうした。言うて水谷もマサキが復活したらガチで出番ないからな。若手で保留するやつは出ていってええぞ。あ、ワイの水谷保留マジで笑った。一軍で結果出してないやつがどの面で保留してんの。水谷の保留は意味がわからん。数字に見えない部分を評価してほしいとかならわかるが、評価の基準になる一軍出場自体が全くないんだから。上がるどころか現状維持すらありえないし、年数考えたらクビでもおかしくない。水谷保留とかマジで笑うんやけど。水谷にはがっかりや。来年のラストチャンス掴んでほしかったが。水谷とか見るからに悪そうな奴らとつるんでそうやし、なんか吹き込まれたんちゃうか。水谷期待してるんだが故障多いし守備も変わらずなのが使い道難しいね。ゲンドラでも仕方ないかな。二軍の成績で保留するんか。めっちゃダウンテージされたならまあええやろ。あげろって言ってたら怖い。仕方ないんじゃない。ホークスなんてアホみたいな競争させてるから、二軍とはいえ競争に勝った自負あるんやろ。そら強気になっちゃうよ。選手会のアンケートでもサインをしないといけないプレッシャーが少ない球団みたいやし、言いたいことは言えばええわな。別にどうこう勇気はないけど、一軍出場なしで保留はあんま見ないので面白いな。二軍で活躍してチヤホヤされて勘違いしてるアホいっぱいいるんやろうな、この球団。水谷どうした。だだこねて自由契約狙いか。もう首の期間終わったからトレード狙い。とりあえず現状に不満があるのは分かった。自分の実力不足のせいやけどな。